どうもジョルです。ヨーカウチ前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあ博物館行きましょうかね。お、キピピおる。まあ、ちょっと日記つけとこう。何が起こるかわからんから。一回バグって消えたことあるんでね。まあ、バグで消えられたら結構めんどくさいんで、セーブしておきます。キキキピノーキピー。あー、センサーあるか。もうこれ移動するしかない感じ？お、こいつ。これ、おい、敵おるんかよ。まあ、そらそうか。小鳥ちゃん。シワクちゃん。あ、シワクチャってことか、シワクちゃんは。サトリちゃんなんか、怖いんか可愛いんか分かれへんような顔してるな。まあ、シワクちゃんは結構エグい顔してるけど。おらおら、薬烈肉球でござるよ。お、なかなか強い。マジか、あれで死なへんってなかなか結構やるな、こいつら。お払い完了。オッケー。まあお祓いしとこうかな。オッケー。まあお祓い経験値くれるんで結構熱いっすよね、普通に。まあ20やからもっと欲しいとこやけど、100ぐらい欲しいけど、こう行くしかないな。雲外鏡ワープしますか。へい、ペローン。ペロペローン。どこ移動するんやこれ。ほう、なるほど。ほうほうほう、下にもあるね。あー、追いつかれる。工事現場のおっさんに追いつかれる。あ、ちゃうやんけ。工事現場のヘルメットかもだ。銀閣と天の尺、敵のシワクシャンの追いぼれゾーン。まあ行ったらんかい。まあ基本久々一発打っとけば楽になるんで言っときます。銀閣ってことは金閣もいそうですね。銀閣がいるってことは、お肌がしわくしなんて守りが大ダウン。やばズドン。結構取りつかれとるな。お肌完了。よし、ほい、熱っ。コンマさんの眉毛で火傷した。火傷が痛い。新鬼は安定しとるよな。新鬼をまあパーティー入れとけばまあまあまあ結構安定しますね、やっぱね。オーケー、コンマさんレベルアップ。クワガタも結構強いからな。まあ上行くか。ワープします。ペローン、ペローン、ペケッテケッテケッテンテンテン、ペケテテン。ワープしますか。ペローン。まあ一方通行ですねこれ。あんま分かれ道はない感じで。まあこのマップは簡単っぽいな。ゲット、カードの森ゲッチだぜ。まあいらんわ。だね、どうしようかね。まあこれでしょ、ペローン、ペローン。お、ここゴールっぽいぞ。なんか感知が真ん中に。こいつコンピュータルーム乗っ取っとるやんけ。え、これいかねえな。お、イベント発生。これじゃ2階に行けないね。うむ、私の執事たちの勘が2階が怪しいと告げているのですが。てんてんてん。多分感知がそろそろ、来た！階段前の解除はこれがこうだから、わかった、こっちだな。あ。待ってな。あ、こうじゃないんだよね、わかってた。こいつめっちゃ天才やん。え、こいつなんか天才すぎやろ、こいつ。これでセキュリティが切り替わるのわかったが、消すためには、たたたたたたた。おや？セキュリティが解除されましたよ。早いとこ2階も調べてみましょう。あ、宝箱あったしか、てか。ゲチュー。スタミナムアルファ。まあ、宝箱ありそうやな、こっち。
あったあった。おい、邪魔やんけ。お、紫コイン。おい、逃げるぜ。なるほど。よし。まあ、宝箱取っとくかな。お、中継禁止玉。これでいいか。行こう。使っとくか、中継禁止玉。まあ、持っとったところでやしな。小経験時代も誰に使おうかな。右京さん、鬼。まあ、新鬼が一番まあ死んだら困るから、新鬼強くしよっか。あ、中経験時代もまだいるって。で、あとはまあクワガタがレベルの低い。OK。まあ、クワガタにあげときゃいいでしょ。いきまーす。逃げまーす。ゲットします。土の指輪。てけってんでてけん。お、あ、見えた。敵かと思った。ワープしますか？ベロン。まあ、一方通行なんで助かりますね、ここは。お、美術室っぽいとこ来たぞ。お。おお、2パターンあるな。どっち行こう。さっき奥から行ってみるか、とりあえず。奥から行ってみてんの？どこに出るのやらと。おお。お、なんかある。あれ？この鍵。おそらくこれが資料不可の鍵ですよ。漢字のところへ持っていきましょう。あ、オッケー。てかん。オッケー、クリアー、ミッションクリアー。まあ、これ感知届けるまま、あと、真ん中にあとワープのを行ってみたいと思います、一応。まあ、宝箱あると思うんでね。行っとこうかな。行きまーす。ベロン。ベベベベベロン。おー、こっちか。なるへろ。なるへろね。攻めの秘伝書。まあ、こんなんも使っていくか。もっとのところでやもんな。アイテムいっぱいあるだけやもんな。邪魔やしな。おう、使うか。ランク。まあ、アタッカーは、まあ、虫ババを上げとくか。術。上術は、トノマン。まあまあまあ、右京さん。新鬼に。回復力上げるとか、これで。必殺。あ、強いこいつ必殺。まだ上がる？いいね。真面目に行きよう。信用に。お、使用済みとかある。おし、あ。あ、ミスった。ガード万歳。性格いやらしいにする。属を邪魔、性格非道にする。何これ。ほうほうほう。合成系か。まあ、土の指輪とか、原油の指輪。おお、妖術。あー、でもめっちゃあれやな。ほうほうほう。ルーン。守りね。なるほど。まあ、オッケーさ。戻りまーす。ペローン。人面剣使ったらもったいなかったな。S ランクなんて使っとくべきだな。あの、真面目にやるやつ。どうせやったらな。もうなんかアリスみたいなの。ちょっと張ってみよう。誰だ？あ、怖っ！カラカラさん。カラカラさん怖い顔しすぎ。回せ回せ。カラカラさんマジで怖いな、顔が。こんな夜出てきたらもう終わりやで。てぇ、てぇ、てぇ、てぇ。替えの術。あー、強い。結構強い術使ってくるやん。あ。ピンポイントゲットー。よっしゃ。やい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 や。やるね。取り付きまーす。ばあさん。火炎の術。よし。オーケー。てかてんてん。
てけてんてんてん。ジバニャレベルアップ。オッケー。ウキワさんレベルアップ。よしよしよし。いいよいいよ。なんか進化できる、どっかできるって聞いたんやけど、どこやったかちょっと忘れてもだから、まあもうええわ。よし。まあストーリー進んでりゃ、どっか多分進化のことにも触れると思うんで。どこやったかな、なんかどっかで進化できるって言ったな。なんか神社かな。まあまあまあええわ。まあ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 ええわ。カンチさん。よし。ピー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 。ヒカル、今ちょうどセキュリティの解除が終わったところだよ。おぉ、やるねー。資料確保の鍵見つかった？多分これじゃない？うん、これで間違いないよ。それ早速資料確保に行ってみよう。セキュリティはバッチリ解除しておいたからさ。動き回る、大鎧の仕掛けを僕たちが解き明かすんだ。わっふー。全部溶けとるな。ああ、逃げた、逃げたよ。お、これボス、これボス戦か、これ。まあ、いけるか。言うて、これでかいボスじゃないやろ、多分。中ボスとかちゃう、これ多分。いかにもって感じだね。噂みたいに動いてはいないけど。うむ、変ですね。確かにこの夜から妖気を感じますが。夜そのものは何の変哲もないというか、原因は他にありそうな気がしますよ。何か動く仕掛けがあるんじゃないかな。おお、鎧が、本当に動いた。むむ、やってきますよ、ヒカルくん。あ、でかいやん、結構。めっちゃでかいやん。あー、これボスやん。亡霊武者。まあ、いけるか。先手必勝。あー、強い、こいつ。普通に HP 高いわ。あ、強い。40。結構やりますな、これ。百裂に行く。キュ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 で回してから全員攻撃開始。これとりあえず必殺使っといた方がいいんで、とりあえず全員必殺使ってます。あ、強い。全打攻撃めっちゃ強いやん。人面剣やばいんやけど、 HP。 これマジか。神幕スイッ、よし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 。あー、強い。右京さん大切だー。おい、ギロチン。へい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 。おー、シオニーやばい。え、HP 全然減ってないやん。え、めっちゃ強いやん、こいつ。くわー、こいつめっちゃ強いやんか。 HP 高すぎんか、これ。え、マジでこれ。これめっちゃ強いやん、これ。もうおにぎりとかのレベルじゃないんやけどな。これはちょっとな。これは長期戦やな。お、狙える、多分。多分あそこ狙うべきや。ここや。お、めっちゃ暗い、ここ狙ったら。今、火力の高い人間出すか、これ。全員行け。アイテムで回復しようか、とりあえず。梅おにぎりで使おう。しまいまい、うましましまし。いけ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 。あの、弱点作って勝てるわけやな。このネズミが明らか弱点やもんな、こいつも。よっしゃ、オッケーよ。強いぞ、強いぞ、強いぞ。よしよしよし、いけ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 。オッケー、いいね。回復処方1個、一度。アタッカーで攻めます、最初は。来た。戦いの神の力で、力ダイアップ。おい、来たー。いいねー。あ、もう手もだ。やばい。いや、でもまだいけるはず。オッケー、いける、いける、いける。いける、いける。取り付くぜい。クソ、ミスか。ほう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 。ふぅ、おーっ。そう、やるねえ。おら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 。うー、強い。ここはババア出すか。よし、ババアに交代や。ムチムチババアも攻撃が上がってるんで、今出しておきます。おし、溜まった。まずいね。回せ回せい、回れ回れ右京さん。オッケー。
や、レッツ、二呼吸。ドド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 ド。出てこい、ネズミ出てこい。今ピン立てても意味ないから、あんまり。おーっつー。よし、ナイス回復。回復するぜ。あ、やば。あ、危ない危ない。あ、クワガタの助け消えたもんだ。あ、危ない。よしよし、いけいけいけ、攻めろ攻めろ攻めろ。よっしゃ。術、オッケー。オッケー、開いたよ。オッケー、ネズミ狙い、オッケー。ネズミ狙うよ。ネズミ狙うときは、ま、基本的に攻撃の陣形。ほい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 、来た。あ、右京さんやろ、こっちの強いな。よしよし、アタッカー軍団いきますよ。サブに控えてる、超絶アタッカー軍団で攻めます、ここは。ギリギリいけそうやな、これ。これネズミが弱点ってことが分からんかったら、こいつ結構しんどいやろな。あ、でも S ランク3体いるんでね、そこがでかいですね、やっぱ。明らか強いもんな、このムシムシバババとか。あ、思った、終わった。答えや。よし、シュートチェンジ。お、何呪われし、ほんと？やばいやばいやばい。これやばい。先される前に、行きたい。行きたい。先行って。やってもたー。待ってくれ。すー。マジか、これは強いぜ。おら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 、ポカポカばあちゃん、ポカロポカロポカロ、ポカリポカリポカリ欲しい、ポカリポカリくれ、ポカリ、あかん、攻撃しぐな。よっしゃ、ポカリ、おばあちゃん、おばあちゃん最高。いや、いいね、おばあちゃん、さすがやな、マジこいつは。はい、よっしゃ。あ、乗られた、まずい。交代交代交代、お祓いしよう。レンダー、レレレレンダー、オッケー。あ、地面やばい。お、回復した。あぶねー。オッケー、攻めろ。まずいよ。オッケー、極楽の術。あー、まずい、これまずい。回復。よし、攻めるぜ。必殺を使ってから引っ込みを。よしよし、オッケー。いや、こいつ強いよ、このボス。普通にしかも、まさか大ボスやと思わんかったもんな。おら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 、くわー、入れ替えよ。ええ、なんかあったな。何やったの、さっきの。なんか鳴ったけど、なん、わからんかった。なんか狙えるとこあったんかな。あ、これか。ちゃうな。これで顔面とか狙う、こいつの。今、腹にしかさせへんねん、これ。お、技。いけ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 。まだ HP あるぞ、こいつ。いけ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 。あれ、あー、逃した。オッケー。極楽の術、新鬼強すぎ、こいつ、マジで。多分これね、新鬼がいなかったら多分もう負けてますね。おい、強えな。あ、ネズミや。よっしゃ、百裂肉球。よし、ネズミ狙い。超絶アタッカー陣行きましょう。おばあちゃん、ドスボス、ドド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 ドセイ。おお、終わった。いやー、こいつは強かったわ、マジで。これはそろそろレベル上げていかないと、ちょっとね、まあ、頑張らないとちょっと結構厳しくなってきよるな。おぉ、めっちゃ経験作れる。いいね。鉄壁のお守り。おぉ、これ多分信用バーにも出すべきやな。
あいつはね、守りさえあればいいんでね。新おばあは、新おばあちゃんは、新お兄はね、あ、チュー。チュチュー。ネズミ。シンプルすぎやろ。ネズミって。なるほど、動くオールの正体が分かりましたね。あのネズミがオールの中に住み着いてて動かせるように動いてるように見せかけてたんだ。やっぱり非科学的な理由なんてなかったってことだね。動く天神の望む時だし、そろそろ帰ろうか。今のうちにこっそり抜け出せば見つからないはずだからさ。行っちゃった。私がどうやって博物館の中に入ったのか気にならないんですかね。動く王よりもそちらの方が気になりそうなものですが。さっきトンネルがどうとか言ってたよ。とにかく運外鏡にあの動画を倒したと報告に行きましょう。うん、オッケー。いやー、ペローン。悪いお方にしたかってありがとうございました。これで私も安らかな夜を過ごせるというものでございます。何しろあの床が来たら、私の顔を夜な夜なカリ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 と、かじられてたんだ。あのネズミ王から逃げてしまいましたし、もうここに持ってくるのないでしょう。大きな被害が出るまでよかったですね、ヒカル君。本当に感謝してもしてありません。お礼と言ったなんですが、これからはいつでも私をお呼びくださいませ。お、仲間入った。ペローン、仲間入ってね。運外鏡。あ、運がいい今日はってことか？ちゃうか。今日は運がいいなんでちゃうか。運外鏡って何なん？どう見ないの？運外。運外の意味がちょっとよくわからんけど。まあ、ええか。多分使わないんで、名前も適当に。なんとなくドラクエ6のチャモロの名前を借りよう。オッケー、ピジーン。私、普段は鏡の中の世界を行き来する能力を持っております。ガラ様が行きたい場所に、お、こいつルーラやん。きたー、こいつルーラじゃんかよ。うわ。ルーラ欲しいなって言ったらこいつできるやんたやん。ほー。ああ、そうなんや。あ、こいつ見つけなあかんってことやな、じゃあ。こいつめっちゃ大事やん。ヒカル、早く帰ろうよ。いや、これででもショートカットができるようになったらだいぶ楽になりましたね。暑い。妖怪なんていないってレポートにまとめたいんだ。やれやれ、妖怪ならここにいるのに感知ときたら。普通の目には妖怪が、普通の人間には妖怪が見えないんだからしょうがないよ。私でよければ嫌というほど研究させてあげるんですけどね。幹事にこの素晴らしい妖怪ボディを見せられるのが実に残念です。ウィス。あ、続くと。いや、でも結構 HP 高かったですね、あいつね。多分、新4人がいなかったら回復が間に合わないんでね。負けてたと思いますね、多分。長期戦だったんで。あ、何これ、祭り？てかんててん、あ、盆踊りか。あ、夏祭りや、いきなり。これが屋台ですか？たこ焼きがありますよ。てかって、こっちにはホットドッグもありますね、ヒカルくん。ペペペペン。ウィスパー先行くよ。なんと金魚すくい、どれも美味しそうです。てかってて、いきなりなんでいきなりイベント始めたよ。なあ、お前ら知ってるか？学校の七不思議ってやつ。それくらい知ってるよ。有名だからね。うん。音楽室のピアノが勝手になるとか、理科室の広角標本が動くとか、階段が増えるとか、校庭の銅像が動くとか、まあ、どれもありがちなってばかりだね。それがな、それだけじゃないんだって。夜になると、どっからともなく、声が聞こえてくるらしいんだよ。遊ぼうよ、ってな。ええー。そんなの聞いたことないけど。最近って噂が流れ始めたやつだね。当直の先生が聞いたって話だけど疲れただけかもしれないしね。それでもしかして妖怪の仕業かな。それで七不思議はどうしたの？今から確認しに行こうぜ。その噂が本当なのかよ。え？あ、ウィスパー、飛んどる。もうすぐ花火も上がるだろ。学校の屋上から見たら綺麗だぜ。俺屋上から花火を見ながらラムネ飲むのが夢だったんだよな。次に噂の真相を確かめたいってこと？
そうそう、そういうこと。どうする？屋上から花火か、それはちょっと見てみたいかも。じゃあ決まりだな。学校に集合だぜ。走り方、走り方やばかったんやけど、もうしょうがないな。てくん、俺とも学校に行こう。ウィスパー、あ、ウィスパーなんかかき氷食べよう。あ、待ってください、ヒカルくん。盗み食いやん、あいつ。あの、抱き抱き肝試し。花火見に学校の屋上に行こう。いきなりなんかすごいとこ始めたけど。まあ、一回終わるか、じゃあ。一旦終わろう。お、鏡やった。おい、鏡やったぞ。あ、だいたいキュッピーの横にあるっぽいですね、鏡。ちょっと。ペロー、見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば通るのも一通りでございます。よし。これでじゃあ神社行けるんやったな。まあ、終わりましょうか、じゃあ一旦。よっしゃー。あ、てか待てよ。あ、ミスった。鉄壁の指輪だからなんかゲットします。あれだけ捨てとこうかな。装備。まあ、今、古びた守りなんで。あった。おー、いいね。まあ、妖力いらないんでね。基本的には。守りが一番大事なんで。雲外鏡見とこう、ちなみに。ランク C、レベル25高っ。お、ヒビイチゴも結構高いやん。え、妖力たっけこいつ。え、こいつめっちゃ強いやん。え、こいつなんだ、めっちゃ強いやん。力少ないけど。ミラーボディ、敵の妖術で打ったらダメージ半分跳ね返す。え、こいつ強い。真面目で協力的。ミラーボディ。妖力。吸収の術？妖力ダイアップする。え、こいつ強いんやけど、鏡よ、鏡。しかも結構必殺だな、面白そう。え、呼び出した霊魂によって威力が変わる。え、チャモロええやん。入れようかな。あ、無理か。でも抜くやつおらへんもんな、今これ。人面犬抜きたくないしな、もうええか。まあ、まあ、一旦終わるか、じゃあ。はい、というわけで、じゃあ一旦20分大きく続けるんで終わりたいと思います。次、この続きからですね、やっていきたいので、そちらもぜひ見てください。ありがとうございました。